何を食べたんだ？うなぎ。いくらで売った？リ君、はい、できたよ。印鑑持ってる、はい、名前載せないと。谷本さん、課長殿、ユテンゴフから辞職願いが出ております。こちら、私のことです。リー。はい。君、本当に久保田を殴ったのか？本当です。